こんにちは、みすずです。今日はカレー風味のアボカドフライをご紹介します。じゃがいも代わりにアボカドを使うねっとり低糖質なフライドポテト風です。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。材料はこちら。今回はカレー粉、ガーリックパウダーをまぶしたカレー風味になりますが、どちらもなしにしてもらって塩味でも美味しいですよ。また代わりに粉チーズを加えたチーズ風味とか、青のりを加えたのり塩風味にしてもいいですよ。また片栗粉、玄米粉が衣の代わりになりますが、玄米粉の代わりに米粉や薄力粉に変えてもらっても作れますし、全量を片栗粉大さじ2杯にしてもらってもいいです。では作り方です。まずは衣を作りましょう。片栗粉、玄米粉それぞれ大さじ1杯、カレー粉とガーリックパウダーを加えます。今回はこの粗挽きガーリック、粒の大きいやつですね。こちらを使っていきます。揚げ物には結構この粗挽きガーリック使うのが私は好きで、ニンニクの味がしっかりしますよ。ただ粒が大きいのでちょっと焦げやすいのが難点です。よく混ぜておきます。アボカドを剥きましょう。アボカド今回は1個ですが、好きなだけ準備してください。縦半分にぐるっと切って種を取ります。手で皮を剥きましょう。加熱に使うのでアボカドは硬いものの方が剥きます。ただ硬すぎると皮が手で剥けなかったり種が取れなかったりするので、皮が剥けない場合は包丁で剥いてください。種が取れない場合はここでこの切る時に種ごとザクッと切ってもらって、切ってから種を外してもらうとスムーズにいきますよ。今回は半分を4つにカットして全部で8個に切っています。では粉をまぶしましょう。先ほどのビニール袋の中にアボカドをすべて入れて、袋を振ってよく粉をまぶします。油を温めましょう。アボカドは切ってしばらく置くと色が悪くなってくるので、切ったらもうすぐに揚げてあげてください。小鍋に2センチ深さ程度に油を入れて温めます。菜箸の先からふつふつゆらゆら泡が出てくる程度まで温まったら、余分な粉をはたきつつアボカドを入れてあげてください。全部入らなかったら2回に分けて入れましょう。小鍋で揚げてあげると油の量が少なくて済みます。弱め中火でこんがりと揚がったら取り出します。もうこれで出来上がりです。一つ一つ油を切って取り出しましょう。揚げたてのさっくりねっとりとした食感をぜひお楽しみください。最後にお塩をひとつまみ程度振ります。スイートチリソースなどをディップしても美味しいですよ。器に盛りましょう。付け合わせは水菜、紫キャベツ、ブロッコリーとプチトマト、レモンを添えています。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は低糖質なフライドポテト、アボカドフライをご紹介しました。ぜひぜひお試しください。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。また過去動画にアボカドをじゃがいも代わりにしたアボカドの肉じゃが風っていうのもあるので、概要欄にリンク貼っておきますね。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖、みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。